海岸側、ふわふわと流しましょう。対岸側トローンとしてますよね。騙しが効かないんですね。今こちら側に持ってきて、ここで食えば すごくここの流れって難しいんです。上流見てください。鏡になる時とならない時があるんです。鏡になる時っていうのは下から吹き上がってるんです。今見てて鏡になったり鏡が崩れて筋になったりします。この時に今鏡が今上から来てます。ここの部分に今鏡のところに置きました。ということはどうなるかっていうと、ほら入っていかないんですよね。上に押されてしまう。入っていかない。ほらポン、入っていかない。ということはどういう位置で入れればいいかというと、鏡がなくなったあのシワとシワを狙うんです。吹き上がりができてます。その中でも吹き上がりを見てて、上流側を見てて、今落としたところっていうのはそのパンツのシワじゃないですけど、そこの部分なんです。だから入ってくるんですよね。ほらずーっと入って、打つ位置というのは見てて今鏡になってますよね。今鏡になってきて、鏡の時には吹き上げなんです。だから鏡の横にできた、例えば今の位置横のところ鏡の横だったんで、ここは入ってきますよ。ほら入っていったでしょ。入ってきましたよ。違和感なく入れば当たりが出やすいんですけど、鏡のところに打ちます。鏡の真上だとどうなるかというと、今吹き上がってますよ。ほら今で綺麗に吹き上がってるのは、フラ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 してるのは入ってないんです。波と呼吸を合わせるんですよね。シワとシワが終わったところ、シワとシワの間を入れてくる。ここへ入れてくると、そこへずっと持ってくるんですね。お、今当たりなんですよね。ズズってなったでしょ。今波がごじょごじょしてるのは崩れてるから中へ入れてくれないんですよ、石。だからそのふわーんとできてるのがちょうどいい波になる。もう水深よりもいっぱい取ってあげて、こんなに深いわけないんですけど、これで吸い込ませるように入れます。このパンツのシワを入れたら、スーッと待ちます、待ちます、待ちます、待ちましたら、ぎゅー、ほら来た。今見ました、やりましたよ。ほらね、ちゃんとここにふわーっと見てくださいね。この子この位置ですよ。本当にこの位置でやったんでね。ね、ほら、まず目印の高さ見てください。縁を釣るような長さですね。これ見てください、この長さ。水深はさほどここまで深くないですけども、見た目よりも約80センチから、まあ下手すると1メートルぐらいは上げてますね。重りの位置は約30センチ。この重りです。3号が1つついてるだけです。この3号を沈めるために目印の高さを約2メートルぐらい上にして、水深よりも深くして、上に落としたものを引くようにしてなじませてます。軽い重りだから根掛かりがなかなかしません。で、注意点ですけど、リリースする場合、今魚飲んでますよね。無理やり外すとこの魚内臓を痛めてしまいます。
ラインを切ることによっていずれ排出されます。大丈夫です。さあ、うん。